I don't care about myself, but Yasuko knew the limits of continuing to work hard. 自分のことはどうでもいい。しかし、Yasuko は頑張り続けることの限界を知りました。カムカムエブリバディ。第5週のお話が終わりました。義父千吉がヤスコを探し出し、訪ねてきたことで、ヤスコがこれまで頑張ってきた大阪での生活の変化を予兆させるものでした。ルイのために必死にやっていたのに、千吉に将来のことを言われ、ヤスコは焦ってしまったのでしょう。このままではいけない。ルイと二人、食べていけるだけは、やっと安心してやっていけるようになった。しかし、この後は、ルイの幸せのために、ルイが日向の道を歩くためには、もっともっとお金が必要になってくる。だからヤスコは、脇目も振らず頑張り続けた。が、限界が来てしまった。心が折れたのは、事故が原因。ヤスコの気力は前に進もうとしても、もう体が疲れ切って事故を起こしてしまった。自分の体が壊れて、誰にも頼ることのできないこの大阪では、ルイを守っていくことはできない。ヤスコはそう悟り、岡山に帰ることになりました。第6週、1948年。第26話のお話は、あれほど苦労して、やっと安定した生活を手に入れた大阪での生活。しかし安子は、義父、千吉、義弟、勇の説得と、己自身の体の限界、そして、ルイの将来のことを考え、木島家に戻ってきました。はじめは硬い表情の緑も、最愛の孫の姿を見ると、すぐに顔をほころばせ、二人の帰りを心よく受け入れた。ほっとするヤスコ。そして、木島家には、幸恵という女中が新たに雇われていて、千吉と緑、勇と共に、岡山での新たな生活が始まりました。あの大阪での働き詰めの暮らしから一変、木島家での何不自由ない生活を送るのですが、しかし、安子の心は何も心配することのない不自由のない生活だが、なぜかどこか大阪でのあの日々、出会った人たち、お菓子を作り続けた生活を恋しく思う気持ちが出てきて、第26話はこのようなお話になるようです。大阪には約2年はいたのでしょうか。大阪について芋飴を作り、生計を立てようとしていた安子の苦労と努力が忘れられません。それは安子自身が一番に思うことなのでしょう。寝る間を惜しんで働いて、とても怖い思いもして、悔しい思いも、悲しい思いも、不安な思いも、それが毎日毎日、いや常に安子の心にはあったと思います。それを少しずつ少しずつ芋飴がもっと美味しくなるように変えていき、少しずつ少しずつ安子の周りには応援する人が増えていき、そして入ってくるお金は増え、大口の客もついてくれた。安定した生活を手に入れたはずだった。しかし、それも限界。怪我をして心が折れたこと。そして、ルイの将来のためには、岡山に帰る方がいいと判断したのでしょう。木島家に帰った安子を出迎えてくれたのは緑でしたが、もう昔のように冷たくは当たらないようです。自分が安子にしたことを反省したのかもしれません。そして木島家には新しい女中さんが働いているようですね。名前を幸恵。女優の岡田結衣さんが演じます。たくさんの方がご存知かと思いますが、
お父さんは漫才師の岡田圭介さん。ゆいさんは1歳から芸能活動をされているベテランなんですね。他のテレビドラマなどでは主演をされたりして、朝ドラ出演で今後さらに飛躍しそうな女優さんです。安子は木島家の生活に不自由、不安はないが、大阪での頑張り続けた日々が忘れられず、恋しく思うようになるようです。確かに大変だったけど、それでも少しずつ良くなっていった喜びや感動もあった。ごひいきにしてくれるお客さん、住まいを提供してくれた大家さん、ラジオを聞かせてくれた住子さん、そして毎朝の始まり、小豆を茹でるいい香り。試行錯誤して美味しくなり、生活を支えた芋飴。心を込めて作った祖父や父譲りのおはぎ。ルイと二人、河川敷のあぜ道を歩いた日々。そのどれもが懐かしく恋しくなっていくようです。安子はいつかまた岡山を出ることになるかもしれませんね。第25話では、突然安子を訪ねてきた千吉。顔をこわばらせる安子。あの日、何も言わずに、突然ルイを連れて出て行ってしまったのですから。そしてそれから、全くの音信不通だった。とにかく、謝るしかなかったようですね。さらに、緑を気遣う安子に対し、千吉は怒ることはなく、ルイを連れて帰ってきてほしい。もう再婚生とは言わん。ミノルの妻として、堂々と木島家の家におりゃいい、と言いますが、安子は、大変ご迷惑をおかけしていることは、重々承知しております。お母様のことは、なんとお詫びしてよいか、と。千吉は、じゃったら、と。安子は、言葉を遮るように。岡山には帰りません。私は決めたんです。どないにつろうても苦しゅうても、顔を上げて、前を見て、日向の道を歩いていく。その姿を、ルイにも見せる。備えして、ルイを育てていく。備え決めたんです。と。安子の大阪での頑張りは、岡山を出た日に、強く強く決断していた。だから、どんなに苦しくても諦めることはなかった。諦めるという選択はなかった。どうかここで、ルイと二人で生きていかせてください。と、深々と頭を下げる安子ですが。しかし、千吉は、ええ加減にせられ、と怒りが爆発しましたね。ルイのことを考えたら、おのずと答えは出るじゃろうが、と。千吉は、ルイは安子さんの子じゃ。同時に、ミノルの子、木島の子じゃ。ルイにふさわしい教育を受けさせてやりて。ここじゃ、それはかなわんじゃろ。と言って、寂しそうに帰っていきました。安子は、現実を見つめ直したのかもしれません。今は確かに生活は良くなってきた。食べるものに困ることはない。しかし、教育、ルイの将来。自分のことはどうでもいい。ルイの将来だけは必ず明るいものにしなければ。今ではなく将来のために。それから安子はこれまで以上に大口の客を集め、英語講座も聞けないほど、働き詰めの毎日を送るようになっていきました。小豆を煮るときも、美味しゅうなれ、なんて言っていられない。とにかく早くたくさん、おはぎを作る、売る、顧客を作る、お金を増やしていく。ルイの将来のために、自分のことはどうでもいい。そんな働き詰めの安子、ぼーっと自転車を漕いでいると、三輪車とぶつかり、気がつくと、安子は左腕を骨折、ルイは額から血を流して泣いていました。
そして気がつくと、自宅の布団の中、横にはイサムの姿が。もう帰ってこられ、その腕じゃ菓子も作れんじゃろう、というイサムに。馬鹿にせられな。お菓子くれ、右腕一本でも作れるわ。今までどねんなことがあっても乗り越えてきたんじゃ。今さら甘えるわけにはいかん。逃げるわけにはいかん。と、怒りをイサムにぶつけ。ルイのためなら、どないなことでも、と。あくまでも、自分一人でやっていく、という決心を変えることはありませんでした。自分はどうなってもいい。しかし、ルイが病院から帰ってきた。大きな包帯が巻かれたルイを見ると、息を呑み、見つめるヤスコ。千吉は、傷は一生。その言葉に、ヤスコは涙が溢れ、ごめんなさい、ごめんなさい、ルイ、と抱きしめて泣いていました。自分はどうなってもいい。もうそんなことを考え、言っていられないことを、ヤスコは悟ったのかもしれません。自分に何かあったら、誰もルイを守れない。守らない。木島の家に頼るしかない。だから安子は木島家に帰ることにしたのでしょう。そして、ルイの頭の包帯が取れた頃でしょうか。安子は木島家に帰ってきました。玄関には冷たい顔をした緑が座って待っていました。第6週も楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。